ラグビーロード起点を示す標識熊谷駅前の起点よりスポーツ文化公園方面へ続くラグビーロード名称の由来である熊谷ラグビー場。ラグビーロードは埼玉県熊谷市内に定められた道路愛称。つくばの熊谷駅前を起点とし、末広、中西、箱田、中央、小江塚を経て今へ至る。熊谷市では 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場の設置並びに、同所での全国高等学校、選抜ラグビーフットボール大会決勝会場としての、使用によって、ラグビータウン熊谷として、ラグビーの普及に力を入れてきたところ、ラグビーワールドカップ2019が日本で開催される、こととなったことから、埼玉県と共に試合会場候補として、立候補し、選出された。しかし、 最寄りの熊谷駅から 4km ほど離れており、シャトルバス等による輸送計画も立てられるものの、混雑回避あるいは散策などを目的として、徒歩で移動する観客も多くいると推定された。それに伴い、熊谷市では、ラグビーワールドカップ推進事業の一つとして、熊谷駅ラグビー場間のメインアクセスルートである、埼玉県道91号、熊谷停車場線。 埼玉県道83号、熊谷立林線の歩道に対し、安全性向上を目的とした、再整備やラグビーワールドカップを意識した装飾を実施することとなった。この道路をラグビーワールドカップ開催のレガシーとするため、愛称ラグビーロードを2018年4月1日付で設定した。有志によるラグビーロードランニングチャレンジや県、 市の事務局によるラグビーロードを徒歩でラグビー場に向かうことの楽しさを訴える広報動画公開などを経てラグビーワールドカップ試合当日には装飾の他にも沿道でのボランティアによる声掛けなどラグビーロードを含む関連各所でのおもてなしが行われ好意的な反応が多く見られたラグビーワールドカップ閉幕後もジャパンラグビートップリーグの試合開催時に ラグビーロードの徒歩移動を呼びかけるなど、ラグビーロードの活用が図られており、ラグビーワールドカップ時と遜色ないレベルでの、おもてなしや徒歩でのチェックポイント通過による、プレゼント企画などが行われている。埼玉ラグビーロードは、埼玉県主導によるラグビーワールドカップアクセスルートの整備事業の名称で、熊谷市のラグビーロードとはニュアンスが異なる。ワールドカップ開催時は、 シャトルバスを運行し、混雑緩和を図るが、ラグビーロードのほか、県道熊谷立林線進道、県道熊谷羽生線進道、県道かと山熊谷線進道を用いて、各地からのシャトルバスを走らせる計画が立てられ、埼玉県ではこの4路線を中心とした、関連道路改修、新築事業全般を、埼玉ラグビーロードの整備と呼称していた。 熊谷スポーツ文化公園の場所は、かつて1988年に開催された88埼玉博覧会の跡地であり、その記念として、かつて熊谷市では同じくメインアクセスルートだった当時の熊谷立林線末広、熊谷スポーツ文化公園ラグビー場入り口間に埼玉博通りという愛称を設けていた。ラグビーロードは2018年3月31日を、 持って、埼玉博通りを廃して上書きする形での設定となっている。ラグビーワールドカップのレガシーを作る一方で、埼玉博のレガシーを捨て去る形となっている。国際中央交通、熊谷営業所の熊谷駅熊谷ドーム、くず、和田、上中乗船が全区間を、熊谷駅、熊谷スポーツ文化公園が終点の手前までを走行している。 ありがとうございます。